はいどうもこんにちは、山本流星と申します。加納姉妹の加納京子さんを占ってみたいなと思います。で、占うにあたりまして、私が開発しましたオリジナルの占いのシステム、鑑定プログラムと呼んでるんですけども、それを使って占っていきます。今ねこの画面に表示されているものです。これをね最初に言っておかないと、この画面は一体何なんだとなっちゃいますので、毎回オープニングで、一応ね言ってます。ちなみに今ねこの動画をご覧になられているあなたもですね、この動画でやっているように同じように占うことができます。概要欄にこうリンクがありますので、こちらクリックしていただけましたら使えますので、例えばですね自分の人生の流れとか、こう切り替えの時期とかね、あと何だろう、結婚したらダメな時期とか、マイホーム買っちゃダメな時期とかね、そういうのがね分かったりしますんで、よかったらご自身も占ってみてください。では行きましょう。でこれがですね、加納京子さんを占った結果なんですけども、皆さんが使う鑑定プログラム上にはこちら表示されません。あくまでも今撮影用に表示させてるだけなんですけども、いやー すごいですね。ちょっと、まとめたのを表示させます。やはり美女の要素っていうのをお持ちなんですけど、変換っていうのがあるんですよね。でこれが2つあって、で五歳で上等度っていうのがそうあってですね、その組み合わせがですね、もうなんていうかワイルドなんですよね。なんて言うんだろうな、ちょっと説明していくと、まず上等度っていうのは、物事を自分の思うように従う傾向が強くて、で波乱が多いですね。能力が高く耐性しやすいというふうに言われています。で、この人情派で姉御肌、これはね変換っていう要素の特徴なんですね。でもうね、なんて言うんだろう、だから上等度とこの変換の強さ2つあるから、もう親分肌なんですよ。もう姉御肌というかね。で正義感が強くて、もう弱者の味方、困ってる人がいたらでもうほっとけないっていうような、もうバーって駆けつけちゃうようなね、すごく人情のある人というかね。で上等度と相性も良くて、吉です。その上等度とあと豪財と召喚の並びなので、もうそのあくまでもこれ占った結果を言ってるだけで、組み合わせとしてはね、その大雑把さと神経質さ、この2つの二面性がある組み合わせなんですよね。この豪財っていうのはもう思いっきりのいい、こうわらーわらーっていっちゃうタイプな、で浄土度もそうなんですけど、ただ召喚っていうのはもうすごく繊細できめ細やかな、非常にストイックで、はい、でその二面性があるんですよね。ただこの2つの並びの、どっちも強の要素が強くて、で自己運があるっていうのと、あと夫運が弱いっていうふうに読みます。はい、であと華やかで人を強烈に引きつける魅力的な方だなっていうのは全体見て思うんですけども、なんかその実際の京子さんのイメージともなんかこうマッチしてて、まさにかなというふうに占っていて思いました。じゃあちょっと中身見ていきましょうか。こうデーンって構えて、こう存在感のある人というかね、こうリーダーというか、こうおおらかで、こうすごい存在感があって、でもう何だろうな、ムードメーカー、喋りもうまいし、こう何だろうな、ボスですね、まさに親分っていう、姉子っていう感じのね、姉子肌というか、はい、でなんですけど、こう頭の良さというか、頭脳明晰で、非常にこう触ったらこう、なんてバラのようにこう怪我しちゃうみたいね、はい、であもうやっぱ美人が多いんですよね、この並びだとね、はい、そう、頭切れる人なんですよね。といった感じでしょうかね。で、ここなんだ。で、皆さんも、もし自分の占うとき、まずここ見てほしいんですよ。一番最初に見るのはここですね。なんでかというとですね、よく当たるとこなんですよ。危険な時期なんですけど、ここに書いてある年に、その、結婚したりとか、家買ったりとかね、転職したりとか、大きな変化のあるようなことをここではやらないでください。後々うまくいかないと言われています。で京子さんに関してはこのちょっと先ですね。はい、で事故怪我、そして、病気とかね、で、人間関係のトラブル、ちょっとこの辺先ですね、京子さんはね。で晩年危険な時期と、人生の流れもうね、こう強いですよね。こう30歳ぐらいからダーンって強くなって、もうすごいですね。30歳からですかね。はい。こっから一気に強くなる。ラッキーカラーは黄色、金、茶ですね。で、これが1年ごと占ったものなんですけども、ちょっとまとめたのを表示させます。1992年から
一気に人生が、まあ、開いていくんですね。さっきの、あの人生の流れ見てもらった通り、バーンって一気にブーストして、もう頂点まで行って、そこからヒューンって緩やかに落ちていくっていう流れでしたけど、ああいう感じでこう1992年から一気に人生が開いていくんですけども、あのそれまでの間、あの、まあ、ちょっとなかなか、例えば10代20代ってなかなか思うようにいかなかったんじゃないですかね。結果が出なかったかもしれませんね。で、じゃあ1992年以降はもうね、やっぱ強い、もうここから絶好調ですね。はい、もうなんか特に言うことないですよ。はい、はっきり言ってもう、うん、もう晩年までずっと順調なんじゃないですかね。はい、でですね、美香さんとの相性をちょっと占ってみたらですね、相性ね、いいんですよ。で、本当親友みたいな感じなんですけど、さらに面白いのが、そのお二人ともね、タイプは全然違うんですけど、そのなんだろう、占った時に出るそのでまあ、データみたいなのあるんですけど、それの共通点がすごく多くて、多分このなタイプだとお互いに会った瞬間にビビビッとこう、あってこう、すごい気の合う何かこう運命的なものを感じたんじゃないかなというふうに占ってて思いましたね。はい、もうやっぱり叶姉妹のお二人、本当によくでき、すごくいい相性というか、本当うまくできてるなと占ってて思いますね。はい、ということで、鹿児島の鹿野京子さんを占ってみました。このような感じで皆さんも自分の人生の流れとかね、結婚したらダメな時期とか、そういったのが分かったりしますので、この動画の概要欄にある、リンクから鑑定プログラム、よかったら使ってみてください。今後もね、いろんな人を占っていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録、あといいね、よろしくお願いします。以上、鹿児島の鹿野京子さんを占ってみるでした。ありがとうございました。